ロンボク島ロンボク島は、インドネシア中部の小スンダ列島に属し、バリ島の東隣にある島である。人口、約270万人、行政区分は西のサトゥンガラ州に属し、州とマタラムの所在地である。ロンボク島はインドネシア語で、唐辛子という意味を持つが、もともとは、ロンボク島東部地域の古称であり、先住民である佐々木人は、スラパランと呼んでいた。 四ク島は南北、東西ともに約8 0トルの島であり、西側にはバリ島、東側にはスンバワ島が隣接する。一年のうち4月から9月が寒気、10月から3月までが雨季に当たる。雨季と寒季の降水量の差は大きく、バリ島と比較して乾燥している。農業と牧畜が盛んで、米、藍、コーヒーを産出する。北部には 火山湖であるスガラーナック湖を中心とした火山帯がある。インドネシア第二の活火山リンジャニ山がそびえ、寒気には南陸にサバンナが展開している。島の中央は東西5 6トル南北2 5トルの平野となっており、島の人口のほとんどがこの地域で生活している。西論北と呼ばれる水が豊富で肥沃な北東部では、 主に水田工作が営まれている。東ロンボクと呼ばれ、歴史的にその俗領であった。南東部にはムスリムである佐作人が居住する。二つの地域の間には樹林と呼ばれる深い森林帯がある。島の南部はマレシェ山をピークとする標高300から400メートルの丘陵帯が東西に伸びている。西隣のバリ島との間のロンボク海峡は、 大型タンカーの重要な航路で、生物分布上のウォーレス線がは通っている。紀元前6世紀頃に、ロンボク島南部に、バリア・スンバと同型の人類が居住していたことが、考古学調査によって判明している。9世紀から11世紀にかけて、東ロンボクに、インドビルマ系のササク人が移動し王国を築いた。ササク人の伝説では、マジャパヒト王国の王ジラデン・マスパヒトが、 バットバラン王国という国を建てたと言われ、この国が論クの別名であるスラパランと考えられている。その後、13世紀にはジャワ人勢力がクダロ国を建てたと言われる。マジャパヒト王国のジョジ氏、ナーガラクルターガマによれば、マジャパヒト王国のジャーへの侵攻は1343年に行われ、翌年には論ク島に影響が及び、スラパランやクダロを霊下に収めた。 マジャパヒト王国崩壊後、ロンボク島は小王国が林立する状態となる。15世紀前半にロンボク島でイスラム教による最初の改修運動が行われ、部分的な成功を収めた。17世紀初頭にカランガスム王国がロンボク島にマタラムやチャクラノガラなどの植民地を作り、影響力を強めていた。しかし、同時期にスンバワのマカスサル族が、 東ロンボクに進出し、ロンボク島は1849年のロンボク戦争終結まで長期にわたる構想の場となった。1990年のセンサスによれば、ロンボク島の全人口は240万3025人であり、西ロンボクに85万8996人、中央ロンボクに67万8746人、 東論北に865,283人が居住し、全人口の約9割が佐々系である。島の西部にスンギギビーチがある。また北西部沖にギリミ島と呼ばれる3つの小島がある。ギリとは佐々語で小島を意味するので、島をつけた故障は厳密には間違いである。南部にあるタンジュンアンビーチは、 インドネシアのベストビーチに選ばれたこともある。ビーチの近くにある集落のプジュットには数軒のホテルがあり、サーフィンを目的に滞在するサーファーも多い。バリ島のパダンバイからロンボク島のレンバルへフェリーが就航している。またギリカク島へはバンサル港からボートが出ている。空路はロンボク国際空港がある。ありがとうございます。